東京総合車両センター。東京総合車両センターは、東京都品川区広町2丁目にある、東日本旅客鉄道、JR 東日本の車両基地、車両工場である、同社東京支社の管轄。車両基地の山手電車区と、車両工場の大井工場が合併して発足した。車両基地部分、旧、山手電車区は、東エリアと呼ばれる。 山手線で使用されるすべての電車及び試験車、事業用車が配置され、日夜定期検査や臨時修繕などが行われている。地理的には、旧大井工場の東側に位置し、東側は東海道本線に、南側は東急大井町線大井町駅に隣接している。大崎駅から入り陸線により連絡している。1967年に建設された。 コンクリート製硬貨を備えた2階建て車両基地であり、開花、下収容線に22線、1から22番線、硬貨、上収容線に23線、31から53番線を備える。1から4番線は修繕線であり、そのうち2.3番線は基地翼の修繕場につながり、収む2.3番線と称する。サむ2番線には、リフティングジャッキを、 おさむ3番線には、車輪添削装置を備える。校内入れ替えに使用される、事業用車両、雲屋143系は1.4番線に、留置されることが多い。5から7番線は、床下検査用のピット線、8から11番線は手洗いによる、洗浄線、12番線以降は留置線となっている。車両工場部分、旧、大井工場は、西エリアと呼ばれる。 日本国有鉄道、国鉄時代から東京地区の電車を専門に、研修、改造などを行っている。校内には、5両車庫があり、歴代の高質用客車が保管。名目上の配置は、オグ車両センターされている。また、各種旧型車両も保管されている、保存車両を参照。2017年現在、東京総合車両センターでは新系列車両20、209。 k e 2 3 1系、e 2 3、e、3系などの大部分の検査を受け持っており、これらの車両のメンテナンスに最適な設備を有している。また、新系列車両は耐久性や耐摩耗性に優れていることから、新保全体系と称する従来の検査体系を簡略化した各機器ごとに検査周期を適正化した検査体系を実施している。 西エリア内の最も西側には1997年、平成9年11月に完成した新系列車両研修西島が、東側には2004年、平成16年12月に完成した新系列車両研修東島が設けられている。これらの研修棟は、各車両を1両ごとに分割することなく、最大6両、西島、または最大11両、 東東とした在室型状態で台車や屋根状機器などの検査が可能な設備となっており、新系列車両を効率的に検査が行えるような設備となっている。なお、205系は大宮総合車両センターの担当となっている。2013年、平成25年3月16日のダイヤ改正より多摩地車両センターが廃止になり発足した。 多摩地車両センターの配置車両は、特急用の185系と251系が、大宮総合車両センター、e、E233 系や215系などの一般系車両は、構図車両センターなどに分散されている。東海道線東京口や、上野東京ラインなどで運用される車両が留置される。ほか、日中は、上野東京ライン。 常磐線直通の E231 系、松戸車両センター配置や、寝台特急、サンライズ瀬戸、出雲用の285系 JR 西日本五島、総合車両所出雲支所、JR 東海大垣車両区配置が、田町センターに留置される。品川駅構内にある臨時検査の発出所である、本線営業列車で車両不具合があった場合に、 研修業務を行っている。品川駅構内の留置線へは、品川駅からは内回りの魅力することができる。デクの場合は、田町駅へ一度改装され、内回りはそのまま据え付け、外回りは引き上げ線に引き上げた後、外回りホームに据え付け、それぞれ田町始発となる。なお、品川派出からデクする。 山手線電車の運行番号は70番台として区別されている、例から1 2 7 1時列車、1 4 7 2時列車。2007年、平成19年4月1日に設置された赤羽駅構内にある臨時検査の発出所である赤羽発着列車で車両不具合があった場合に、研修業務を行う。業務内容は、 車両故障発生時の現場出動と復旧、処置作業、湘南新宿ライン、宇都宮線、高崎線、京浜東北線などの新系列車両天井による列車状態の把握である。赤羽発着列車には東京総合車両センター所属車両は運用されておらず、また近隣にオグ車両センターが立地するが、オグは基本的に客車の車両基地であるため、 同じ東京支社管内にあるとともに、赤羽発着列車に運用される車両を含む、新系列車両の検査を担当している、東京総合車両センターの出先機関となっている。東京支社管内での発出所設置は、品川駅、新宿駅、池袋駅、お茶の水駅、東京駅、上野駅に続いて7カ所目である。2008年、平成20年12月14日に、 旧池袋運転区の研修業務のうち、池袋駅構内にある、発出部門を引き継いだ。車両センターの発出所組織は、品川駅、赤羽駅に次いで3カ所目である。東京総合車瀬、または、TK、大井工場時代は、大井工、居であった。2019年4月1日現在の配置車用は、以下の通り、車席のない入れ替え動車として、 下記の車両が使用されていた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。